ございますか。これはあなたの知らない地表の7割を青い海が占めるとある美しい星の記録。その星の人類はまだ大きな戦争を知らない。自由と共生を尊ぶ民主連邦合衆国ユニオン、貴族による栄光の歴史を誇る立憲君主制国家ロイヤル、高度な機械技術の研究が続けられる軍事帝国鉄血、そして東に位置する列島で独自の文化を育む和の国獣王。頼り突出したこの四陣営が中心となり、長きにわたり平和な世を築いていたの。防衛を担うのは異能を備えた女性だけで編成された特殊艦隊。彼女らはその役目から艦船と呼ばれ、各陣営の顔とも表現できる重要な存在よ。恐ろしく強大な偽装兵器を扱える艦船たちが、争いを望まずお互いを信じ励まし合うことで、世界はより一層元老に守られてきたわ。まあ2回にわたる世界親善試合では、陣営の利権をめぐって試合の表裏で激しい衝突があったりもしたのだけど、本当の脅威となる存在はそれまでなかった。でも今は少し違う。ある日を境に突如として海に現れた謎の集団セイレーン。彼女たちは未知のテクノロジーと兵器をちらつかせ、全世界に対して威嚇行為を行った。目的を明かさないゆえに神出鬼没なセイレーンを前に、各陣営の緊張は高まりつつあるわ。以上が前置きよ。あなたはどの陣営のことが気になる？今回は獣王の視点で観察してみましょうか。ちょうど演習が始まるようだしね。栄えある獣王艦隊の諸君、よくぞ集まってくれた。本日は晴天であり、そして絶好の訓練日和でもある。あ、今回は2人1組となり、各自で周辺海域の模擬索敵を行った後、おのおのに課せられた目標地点に到着後、打歩の演習を合わせて行う。ああ、うう、分かってはいたけど、やることがたくさん。緊張するでありますな。技術の向上を図りつつ、連携の基礎も学ぶのだ。それが生存確率を高めることにもつながる。では演習を始めるぞ。前列から順に走る。まずは綾波、雪風。綾波、行くです。この雪風様に任せるがいいのだ。あら、皆様見事で豪快なスタートであります。島風ちゃんは初めてだったよね。私もだよ。ペアは別になったけど、今日は頑張ろうね。本番で緊張しないために演習があるのですから、ここで緊張しては本末転倒ですわよ。お二方、ありがたきお言葉です。続いて金剛、山城。華麗に参りますわよ。ついてらっしゃい、山城。はあ、頑張ります。おお、金剛さんと山城さんもすごい。あ、4人とももう全く見えなくなった。なんて速さなんだ。白露、阿部熊。皆様、
った高校ができるのでありますか？島風、にわかに緊張してまいりました。島風、大丈夫？はい、駆逐艦島風、特に問題ございません。戦艦駿河殿、威勢はいいな、安心して。正直なところ、自分は本日駿河殿と組めて本当に本当に良かったであります。その沈着冷静さ、見ているだけで思わずこちらも安心する次第。そう、機関役を駿河殿に務めていただけるなら、自分はその後全力で追っていくだけでありまして、やはり戦艦の方の頼もしさは格別ですな。まあ所詮は訓練であるし、どうとでもなるでしょう。なってください。あれ、何か言いました？いいえ、何も。それより次は私たちよ。あ、本当ですね。最後は島風、駿河、行ってこい。休憩終わり。どんどん行きますよ。ルールルー、もこれも回収しておきましょう。島風艦隊、気合は十分です。いや、なんとか追いつきました。さすがは駿河殿、速力も見事なものでありますな。まあね、よほど急いだからでございましょうか。近くにいるはずの皆の姿が全く見えませぬ。まさか我々が皆をごぼう抜きしてしまうとは痛快です。まさか緊張のあまり航路を間違えたかもしれない。どうされました？駿河殿、勝ち誇られるのかと思いきや顔色が悪いようですが。あれを見ろ。おや、急に嵐が出てきました。あの船は駿河殿、いつそんな、これは私が航路な、追撃し打破。なんでそうなるんだ。いいか、まずは接触。打破から離れて、勇み足が過ぎるから。すみません。なおさら立ちが道とのちゃんと話せて幸運です。正解はは。うわ、いけない。突然会場に現れ、間に合え。降参流砲術、すごい。セルガ殿、セイレン、あちらはどうやらやる気じ。仕方ない、私も。はい、我々の砲雷撃。おっと、みんなの様子の確認ですね。みんなの様子の確認ですね。限ってきた。もう少し待っててな。私ですか。
の量産型程度では行き着く日さってと。ただばっ、すごい気迫ですね。戦う前から震えてきました。おっと、みんなの様子の確認ですね。限ってきた。少しリラックスしてはいかがですか。するが、始めます。何を考えていた。島風、前回は武者震い、今回は普通に震えています。いや、ガイドの方にも来てもらっているのですけど。右よーし、左よーし、前進開始。これも回収しておきましょう。おっと、みんなの様子の確認ですね。何を持っているか確認しましょうか。でよかろう。材質が未知のものというのは間違いありませんわね。触らずとも分かりま、はい、みんな行った行った。みんなでも、
あれ？こんな時駿河殿さえいてくだされば。命拾いしたな、お前ら。駿河殿。これで臨時の関係者席を確保できるだろう。おっと、みんなの様子の確認ですね。おっと、みんなの様子の確認ですね。たぎってきた。計算リソースには困らないでね。やればいいんでしょ。それから数日は小規模の訓練に没頭することで気持ちを切り替えておりました。あ、所属もし、ま、そしてそんな。それが何か